できたんですよ。そこあれこの間聞かせてもらったけど、うん、いいっすよあれは。そうでしょ。ちょっとね、ちょっとね自信あるんですよね、うん、いつもねあれなんですよ、レコーディングするまでは自信あるんですよなかなかその後がね、なかなか、大変でございますけども、じゃあここでちょっと早速ハガキ行きましょうか。ペンネームタキちゃん注意してということで、筑前さんこんばんは。筑前さんこんばんは。今日は私の子供の頃の話を聞いてください。その日はいつものように母の自転車の後ろに乗り、夕飯の買い物に出かけました。少しして母がね、おならしてもいいなどと聞くので、やだと言おうとした時、プーと一発、あまりの臭さに私はなんでいいって言ってないのにするのよと怒りました。すると母は、あらごめんなさい、でも今のうちにおならいっぱい嗅いでおくと大きくなれるわよって、なんでねえなどと、とんでもない大ボラを吹いたのです。しかもバカなことに、当時5歳だった私はそれを信じ込んでしまい、その日から気が遠くなるほど臭いおならを毎日浴びりまくる浴びまくる日々が続きました。お母さん、浴びまくるほどするんですか？もちろん身長なんて伸びるはずもなく、それどころか小中学校ではいつも前から2番目でした、ということでですね、悲惨だねそれは。そう、お母さんってね、騙すんですよ、子供をね、自分の都合のいいようにね、都合のいいようにね。この前もあの穴子とうなぎの話僕させていただきましたけれどもね、あとはね、なんて言ったっけな、あの袋にずっと騙されてたのがね、あのメロン、僕マクワウリをずっと調べてメロンだって言われてずっと食わされておりました。そうそう、これ一つずつ明かしていきたいなと思いますね。ちょっと食材を背負っていただきたい、うちの袋にはということで、この手のハガキをですね、うん、来週の PO ボックスで、大募集したいと思います、うん、悲惨自慢、それも他人の悲惨事なんかが結構いいですね、これを募集してくれて、募集しまして、これは結構いいのが来たらですね、うん、コーナー化しようかという、うん、そういう計画があります、うん、ぜひ皆さんこれ送っていただきたい。こういうのはぜひいいですからね、これ送っていただきたいですね、これ一つかなりまとめて本にしてみようかと。ほんまかいな。後ろのページに西村さんの悲惨な話も20ページぐらい。うるせえな、これ結構売れるから。なんねえよ本当に。西村さん入りますよ、印税が。お前そんなもんって入ったかねえよ。身を削って印税が。お笑いじゃないんだから。藤田千秋今日来ないっつったのに来ておりますね。今まで何してたんでしょうか。やってきました藤田千秋先生、今日は横島のシャツを着てですね、来ておりますね。なんか頭が髪が伸びてしじみ貝がパカッと割れたような、なんかそういう頭しておりますけどもあ、ごめん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 ということでございまして、それでは一曲いきましょう。Sing Like Talking で Giving Me All。 なるさん、ベントザナイトの陣内くん、最近芸風変わったって噂でございますけどね、はい、藤田千秋が来ました。そうそう、誰がしじみだってお前いや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 、お前はよ、何でも言ってるんだよお前は。綺麗です、綺麗な、うん、ね、綺麗なしじみですよ何言って、汚いしじみあんのかお前は。いやいやいや、何言ってんのお前は。青森の13個のしじみですよ。俺は先からこのコーナーをだな楽しみに乗るコンにはあまに合わせて藤田千秋やってきたというですね。よかったですよ。全然、うん、リアクションのない西村智彦でどうしようかな。うるせえな、余計なお世話。これがどんどんバラさなきゃ穴が埋まんないなと思ってたところでございますけど、ね、そのね、芸風変わった陣内から、うん、ファックスが来ましてですね、はいはい、シングライクトーキング筑前さん、おかえり、僕もやっとレコーディング終わりました。またまた力作ができたよ。陣内のことだから忘れた頃に遊びに行きます、行かせてねと、うん、いうことで、西村さんも引っ越したってことで、西村引っ越しましたよ、ね、引っ越しましたよ。陣内今回いいそうですよ、うん、今回だってうちのレコード会社のやつにこう聞きますとですね、うん、本当のところどうなの、バッチリです、本当のところはバッチリですってことだから、これはスタッフだからといってとりあえずバッチリって言ってるんじゃない、かなりいいらしいですよ。素敵、うん、さすが。ちょっとこれ僕楽しみしてるんですけども ね、うん、このシングルも僕結構泣けるいい曲でしたからね。なるほど、うん、毎回いいけどね。ね、まあ、陣内ちあれですよ。今度映作が来ますからね。22日でしたっけ？映作が遊びに来ますから、その時に陣内ちが来てくれると嬉しいなと思いますね。すごいねそれは。そうですよね。僕と映作だけだと僕ただいじめられて終わるような気がしますから。ということで、ノルソル作曲コンテスト。これは別にテーマ曲があるわけではない。今夜も素晴らしい5作品が登場ということでございまして、早速行きましょう。エントリーナンバー1番。うん、筑前さんこんばんは、着てる&引いてるファミリーです前回はどうもすみませんでした。
今回は真面目に作りました。これを西村智彦さんに、捧げようねとボーカルのゆうゆちゃんとキテルトで作りました。ぜひ聴いてください。伝説の楽器、世界に一本しかないドドリアンネットとマイチングギターが加わり、ドラムも入って一応曲になりました。タイトルは Hey Come On Darling です。レコーディングイン加古川、それではどうぞということでございまして、特別出演西村智彦さんの声が入ってるそうでございますよ。加古川で撮ってるそうですよ。声ってなんで、え、なんかで撮ったのかね。サンプリングしたんじゃないですか、あの KB のおじさんの佐藤純のノルソルみたいに、西村さんの得意の言葉なんでしたっけ。え、西村さんの、あ、それそれそれ、あ、それ、これ出てくるかもしれないですね。やめてということで、エントリーナンバー1、 Hey Come On Darling。ボーカルのゆうゆう、お前リズム感ゼロだね。バッキングのギターリズム刻んでるのにボーカルだけどんどん前に行ってしまうということでございました。智彦の声はどこに入ってたんでしょうね。どこに入ってたんでしょうね。イメージわかりませんね。このエコーがですね、昔懐かしいエコーチェンバーを思わせるようなこのエコーでございましたけれどもね、ほとんどこの松の湯状態でございましたね。これ加古川で撮った意味合いがどこにあるんでしょうね。とりあえずギターチューニングしてほしいですね。ギターのチューニング、そしてリズム前へ走らない、そしてピッチを合わせる、全部ですね。ではエントリーナンバー2番、広島市の丸亀彩子さん、こんばんは筑前さん。今となってはあまりのクオリティの高さに少し場違いを感じますが、せっかく作ったので送らせてもらいます。この程度の曲ですが、ナイーブな性格のため誰かフォローお願いします。筑前さんお一人ならどこかでフォロー入れてください。あ、それから、バーディー町田さんとは同じ週に勝ち合いたくないですよね。完璧に食われちゃいますから。バーディーのあれですね、バーダインはもう一方の横綱張ってるやつですよ。ね、うん、バーダイン町田、ということで、じゃあエントリーナンバー2番、この控えめな彩子さんの曲でございます。ちゃんとしてますよね。ちゃんとしてますね。ね、このあの音程がもう少しこう合うと、これいいかなと思いますけど、ヤマハエレクトン教室というなんか、そういうタッチでございますけれどもね。声が原由子さんにね、似たりましたね。感じですね。曲調はこういうもうプロレベルでございますよね。ボサノバって、ボサノバっていう感じでございましてね。歌謡ボサノバっていう、そういうタッチのですね、楽曲でございました。それではエントリーナンバー3番、筑前さん、千秋さん、こんばんは、ロドリゲス高橋です。今回お送りした作品は以前のペンタトニックサウンドとは一線を画すもので、うん、僕が唯一演奏できるクラリネットを使って作曲したものです、うん、タイトルはおやすみなさいというもので、うん、まあ簡単に言えば子守歌のようなものでありまして、そのままじゃおやすみなさいじゃ。そのままじゃ子守歌で、吉野家のテーマを倒すにはこれしかないと思い、美しいメロディーを考えてみましたという、これ歌っておりますよ ね、 歌ってるな、ロドリゲス。ちょっとね、俺は期待してるぞ。気合い入っておりますよね、字の下手な分一つこのね、素晴らしい作品を期待したいなと思いますね。おやすみなさいといえば、あのスナックとか終わりに必ず布施明のおやすみなさいという曲がよくかかったりしますけど、そっとおやすみ、そっとおやすみね。それじゃあこのロドリゲス高橋のおやすみなさい。木を照らったラーメン屋って感じですね。木を照らったラーメン屋。同じそば。なんか、
放課後の音楽室って感じですね。ねえ、これはこれはお前クラリネット吹けりゃ誰だってできるんだろこれは。もうちょっとこれちょっと工夫してほしかったですね、まさにおやすみなさい。もしかしたらとっても奥が深いのかもしれませんね。ね、本当にこういう眠たくなるような曲をあえてもう練りに練りまくって、うん、もう個性を全て削りまくったのが個性だとかですね、うん、なんかロドリゲス口だけは立っちゃったんですけどね。なんかそういう言いそうでございますけれどもね。ということでロドリゲス次回頑張っていただきたい、そして、ね、ペンネームノルソル小学生音楽隊隊長15歳、曲名ノルソル行進曲第2章星の喜び。こんばんは筑前さん。この前は採用してもらった上に賞もいただきありがとうございました。音楽隊のみんなも大喜びでした。この間と同じ行進曲のナンバーですが、何せ楽器が妙なものが多いのでそこのところも注目してください。前作より音が少し悪いですが集団楽団5人半日かけて頑張りました。聞いてください。ノルソル小学生音楽隊メンバーピアニカ&コップ S ちゃん、アルトピアニカ&ゼニダイコ F ちゃん、鍋シンバル&ソロバン Y ちゃん、アルトリコーダー&アキカン T ちゃん、リコーダー&太鼓私ということで、うん、もうこれ名前言ってもらっただけできっと喜んでるのかなと思いますけどね。それじゃあお送りしましょう、星の喜び。途中一瞬転調ですか、あれは。なんかね、外したような転調したようなあの微妙なニュアンスね。ラテンミュージックに通じる何かが、あるってことにしましょう。ということでね、今度はあれですね、一発目があれでしたから、今回もやっぱ同じ路線っていうとやっぱインパクトが薄くなりますからね。今度はやっぱり違うところで今度攻めてほしいなというふうに思いますね。今回はなかなかこのですね、スッと通り過ぎる作品が多いような東京都練馬吉澤美希さん18歳筑前さんこんばんは。先週から放送を聞いたのですが面白そうだったので私も挑戦してみました。曲はブルガリアンボイスを参考にしました。本当は合唱や3人以上の人たちが集まって演奏する形式なのですが、私一人で家にあるカラオケの機械などを使って多重録音して作りました。出だしとかめちゃくちゃですが聞いてみてください。歌詞木曜佐藤筑前のノルソルということで、ブルガリアボイスちょっと期待しようかな。聞いてみましょう。木曜というおぞましさでしょ。すごいですねこれ。でこれミキさん18歳ですか。どう聞いてもこれね45歳のお母ちゃんたちが集まって合唱してるようにしか聞こえないんですけどもね。ママさんコーラスっていう感じですけれどもね。まあでもボイシングとかね、結構研究曲とかブルガリアンボイスしてますけどもね、何しろブルガリアンボイスといえばボーイソプラノでしょ。そうそうってね、これどう見てもやっぱりねうちのお袋レベルというもうなんかねそういうあれですね、年を感じてしまう。18歳もうちょっと若々しいブルガリアンボイスで行きたかったなという、そういう感じがしますけれどもね、でも今日の作品はですねなかなかこのなかなか、今週は、久しぶりにというかあのなかなかこのスッと通り過ぎる作品のみで、完結したかなという感じが。最後とか良かったけどね、これはクオリティは高いですね、高いね、なかなかこのね真面目路線でね、人の心を掴むのはなかなか難しいですね、でギャグも狙うと外す、そうそう、これはなかなか難しいですね。そうそうそう、ということで吉野家のテーマとノルソルのテーマ両横綱、バーダインとノーキャッシュ、この二人はやっぱり強力ですね。やっぱね、ロドリゲス今回ちょっとずれました ね、 そうね、ロドリゲス今回ちょっと幕下落ちにしたのような次第ではありませんけれども、皆さん来週また素晴らしい作品を送っていただきたいと思います。郵便番号 102-80 佐藤筑前のノルソル、ノルソル作曲コンテストのコーナーまで送ってください。それではフィッシュマンズで、
曲カットでございましたごめんなさいということでございましてノルコン、終わりたいと思います。コマーシャル木曜ノスタルジックエノグラフやったんですよ、ね、ルビーの指輪、ね、先生に歌わして先生に歌したんですよあの数学の先生本屋っていう先生でございましたけどね、ということでこのルビーの指輪、実はこのアルバムはですね、井上明さんというアレンジャーを中心に、まあ、日本のスタジオミュージシャンのティンパンアレイ系の方たちでございますね、うん、を中心に、まあ、コンツヨシさんとこのギターなんかコンツヨシさん、うん、松原秀樹さん、そして林達夫さんとドラムとか ねまさにこのね、日本の今のスタジオミュージシャン界を支える、うん、大体この、日本のこのソロアーティストのですね方のバックはこの人たちが必ずやっているという、それまでのですねスタジオミュージシャン界とガラッとこのね世界を変えたんですよ、うん、この人たちが、出てくることでまたこのアルバムの影響も大きくあって、うん、日本のスタジオミュージシャン界自体が変わっていくと、そういう大きなまた背景が、ね、あったわけですね、このメンバーでいろんな曲がレコーディングされましたね、うん、あの松田聖子さんの曲もそうですし、ほとんどそうですね、チェリーブラッサムなんかまさにという感じですね、あと松山千春さんの長い夜とか、ね、長いってね、この膝をついてねそうそう、あれ衝撃的でしたねもうアルシンドよりずっと先行ってましたアルシンドということでこの年はまあ何があったかと言いますとですね、ここにはインディーズがですね、インディーズレーベルが基盤強化の下で、スターリンとかですね過激な連中がかなり突出してきた。なるほどね。でディスコブーム、サーファーですね。なりましたですね。この頃またこのこの頃はね結構メジャーな方たちも松任谷由実さんの水の中のエイジア、このアルバムなんか11枚目のアルバムですけども、これは結構レコード大賞のアルバム賞かなんか取ったような気がしますね。達郎さんが中野サンプラザをやられておりますね。日比谷野音ではですね、100円コンサートっていうのが開かれて、ロッカーズ、モッズ、ARB、ね、ジノチの好きな ARB、そしてルースターズとか、ね、そういうロックのコンサートが、華やかに開かれて、大竹栄一さんのアロングバケーションが100万枚を超す大ヒット。その裏ではですね、すごいインディーズシーンで謎々紹介とか原爆オナニーとかですね、やべえチフスというバンドとか法廷電線ギグフルボリューム1とかすごいコンサートも、行われておりましたけども、この年流行ったやはりサーファーブームで、そしてディスコブームといえばこのねスケベな歌い方ですね、そうそうところそうそうだからですね、レイパーカージュニア、ね、この曲はもうみんな車に積んでね、あのファミリアの上にですねサーフィンの板積んでね、そで全部ボルトで止めたんですよみんな海行かないの、もうオカサーファーということでした。ノーマンニーズは old-fashioned. Times have changed from yesterday. No longer will those old double standards be accepted by the women of today. So when you think you're fooling her, she just might be fooling you. Remember, if you can do it, she can too. Because a womanLove just like you do. Hey, don't kid yourself into thinking that she don't. She can fool around just like you do. Unless you give her all the loving she wants.
これは松田聖子さんでございますね。レイ・パーカー・ジュニアでウーマン・ニーズ・ラブ聴いていただきましたけどもね、このアルバムからエッジ路線に変わるわけですね。レイ・パーカーも歌い方を変えてってなるんですけどね。レイ・パーカーこのアルバムからじゃないですか。レイ・パーカーがリードボーカル、そうですね、それまでは「Radio」というグループでございましてね、素晴らしいファンキーな曲を出してるんですが、このやっぱりアルバムからちょっとエッジ路線になってドーンと売れたはいいですけども、ステータスすっかり失いましてですね、その後ゴーストバスターズで花と散ったというそういう流れなんだけどね。ギターうまいけどね、ギターすごい前ですよ、トッキングは抜群なんですよ、ということでございまして、この年、千秋さんも大学1年でですね、東京のキサナドゥ、キャンディーキャンディーといろんなもうディスコに、あとはエンバシーとかですね、さまざまなディスコにですね、ファーラーのシャツを着て出ないよ、手入りをしていたと。ということでございます。いわゆる藤田千秋 VV 時代。VV 時代。当時は ね、あれだよ、あのブランドで言うとレインスプーナーとかね、ユーロシャツとかね。対象で今でこそシングルやこうやって3人集まってますけど、千秋さんがですね VV 言わせてて、西村さんはゴミの中で暮らしてましたからね。あの部屋が汚かったですね。本当に。ということで、まあこの年はですね、あとはこのダディ竹千代＆東京おとぼけキャッツセカンドアルバム。これはこのインディーズシーンでですね、結構あのあれなんですよね、コンサートなんかですごく人気があって、あの豆腐でベースを弾いたりとか、ね、ベースソロとか言っちゃすごいすごかったんですよね。山芋こすったりするんだよね、あそこね。あとはですね、スターリンの遠藤道郎さん公然わいせつ罪容疑で横浜署2泊3日の拘束と、文化祭で、いかがわしいライブをやったというね、パンクですね、そしてこのその他はバカズというバンドがバカズというこのバンド名、まさに西村さんが高校時代やってたベルトバンドに匹敵するぐらい、ベルトバンドですよ、わかります、皆さんよく考えてください、高校時代のバンド名ベルトバンド、ね、腰に巻くベルト、これとバンドのバンドをかけてベルトバンド、これはハイセンスだと思うって使われてるところセンス。今後ろに流れてるのが Earth in the Fire の Let's Groove でございますけれども ね、この曲はまさにですね、千秋先生がブイブイ踊ってた頃、ブイブイ踊ってたというか、なんていうか、あとシーラインのグラマラスライフとかですね、あとプリンスの、何でしたっけ、ちょっとこうハードロックギターが入ってきた頃ですよね、 あのなんだっけ、When Doves Cry、 When Doves Cry ももうちょっと後かな、まあその辺が来まして、そしてディスコではジャーニーとかも関わってくるようになりました、ね、セパレートウェイズとかってもうハードロックのコンサートとかして、たりしましたけどね、ディスコでちょうど黒人音楽をかけるディスコが消えかかろうとしてる時でございましたね、この頃はね、もうやっぱりね、もう2年ぐらいで完全になくなっちゃうんですけどね、完全になくなっていくと、この頃まだ僕は高校3年ですからね、81年は。あ、そうですか、初頭はね、それで何ですか、千秋さんファーラー来てブイブイ青森の街、そんなことないっすよ、青森の街、そんなことないっすよ、あの頃の青森のディスコってだって銀杯しかかかんなかったんですからね、そうなんですよ、そんなことないっすよ、プレイボーイっていうディスコがありましてねカンタベリーとかね、銀杯とカンタベリー、おいで、じゃあチークタイムとか行ってですね、チークタイムとかでですね、時間よ止まれとかかかっちゃってですね、そう長い、もう黒人音楽のこの字も知らないような状態の中、千秋さんはファーラーを来て、来てないと街を歩いてるわけですね、82年ぐらいですね、何しろ青森のですね、ナンパ、これというのがですね、青森に新町という町があるんですけどもね、ここでこのヤンキーの連中がですね、車、車庫団の車に乗って、で、ギアのトップにですね、あの水中化の入ったギア、あれをつけてですね、これでナンパして走るんですけど、東京の渋谷、六本木だなんだって、こう、ザーって遠距離で時間をかけて回るような街がない。だから、大体長さ 500m ぐらいでですね、もう街はこう普通に住宅街に変わっていきますから、そこをね、何十往復もしながら、そう女の子はですね、その銀杯で踊って出てきた時に、ね、お茶飲みに行かないと、お茶飲みに行かないって誘ったってですね、青森お茶飲むとこなんかどこもありませんから、その夜中まさに苦労してたんですね。なるほどね。その中でファーラですから、違うって。最先端ですね。違うって言ってるだろ、お前今。ということで、まさに千秋さんを象徴するようなタイトル、レッツグルーヴ。しね。はがきの宛先は郵便番号 102-80 佐藤筑前のノルソル、裏の裏側大追跡と題しましてですね、はがきが来ておりますけれどもね、
今探しております。これですね、あ、こっちですか、これ行きましょうか、ね、横浜市のペンネーム明日の行方。裏の裏が大水石というよりも私の勝手な推測なので怒らないでくださいね。この頃ちょっとご無沙汰している政治書館のことなのですが、そういえば今日政治書館来ないですね。そういえばね、初めの頃は結構変わったことをお互いに注文し合っていて、さあこれからだんだん2人でお互いの本性をウォールし合うのかしらと思いきや、だんだんまともなただの文通みたいになっているではありませんか。そこで私は清志郎さんと筑前さんの間にお互いの足を引っ張り合うのはやめようという密約が交わされたのではないかと思ってます。それともネタがないだけなのですか。真相はどうなのでしょうか。私の考えすぎのような気がするので教えてくださいということですけどもね、結構やってますよ。あの先週出したのが、あの清志郎さんに、出したのがですね、ティーフロントとティーバックどっちが好きかとかですね書いて出した覚えがありますよね。清志郎さんは優しいですから、うん、やっぱりねこのちゃんとしたこの僕のなんていうんですか、品格を落とさないね、質問にしてくれるんですよね。なるほど、ね、ということで、結構ちゃんとやってますから、あんまりこの考えすぎないでくれるといいかなと。あれでネタやるとすぐ言われちゃうからな、友彦の強制ベルトみたいに。あ、またぶり返し、もう一個強制ベルト、部屋で、ババのように胸を張ってですね歩いてるそうでございます。あ、ババ社長ですね、千秋先生ごめんなさい、そう、ババ社長、ババ社長ね、板橋区の、帝京大学第二科学寮、ペンネーム新潟花子さん。筑前くん、千秋くん、こんばんは。今夜もアーティストを捨て単なる30歳のスケベ親父と化しているお二人はエッチな話に花を咲かせていますね。智彦くんの盲腸は大丈夫なのでしょうか。智彦ね、散らしたんですよね。そう、大丈夫大丈夫、ところで今夜は私の友達ワイコの秘密の事件を聞いてください。ワイコは去年の夏プールへ行き、ウォータースライダーに乗ったんです。90度に近い滑り台に水流が加わっているのでものすごいスピードなのですが、滑る前には必ず手がぶつからないように胸の上でクロスして足を開かないように注意を受けます。よく女性が滑り終えた後超ハイレグになっちゃいますよね。ああそうなんですか。ところがワイコの場合、無意識のうちに足を開いていたらしく、ハイレグどころかふんどしかフロントティーバック状態なんです。さらに激痛に襲われ大量出血しているではありませんか。そんな中バージンがお嫁に行けないとのたまっていたワイコって一体。その後ワイコは膀胱炎で入院する羽目になりました。ウォータースライダーには要注意ですよ。でも男の人が滑ったらハイレグになるのかなということですよ。なるでしょうね。すごいよね、見たかないよね、痛いでしょうね。すごいよね、これは。そうな、ハイレグになっちゃうんですかあれみたいな。どうなんですか僕、ね、でもこれ出血してこれかわいそうですねこれ ね、 ね、出血するってすごいよね。すごいですよね。足が外れたとかそういうやつですかね。何なんでしょうね。足が股がギャッと下げちゃったんですかね。かもしれないですね。ねえ、ということで続いて、今ちょっとヤバいとこ行くよ。ペンネーム大阪人なんだよ。すぐ入るんだよ。愛媛といえばポンジュース。こんばんは、突然ですが聞いてください。愛媛県の学校給食にはなんとポンジュースご飯なるものがあるのです。地域によってはオレンジライスというところもあるらしいですが、友人 A によると遠くから見ると色があまりついていない普通のピラフで、近くで見るとご飯がほのかにオレンジ色、味は本当にポンジュースでちょっと酸っぱいそうです。温かいのは気分悪くなるけど冷めたのを食べると美味しいよとのこと。もう愛媛といえばポンジュースといった西村さんは笑えないということで、すごいですね。すっごい、これマジかな。青森でもリンゴがね、リンゴ試験場というところにありましてね、様々なものをですね、いろいろ奥さん方をですね、お集まりいただいて、いろんなものを試してるそうですよ。リンゴのお味噌汁とかね、漬物とかね、それで需要を高めようという。それでこのオレンジ色のご飯を、あ、政治局長が来ましたね。来ましたですね。政治局長、筑前殿お元気ですか。はい。晴れたり曇ったりの毎日で夏を目の前に少し悶々としていますが、毎日毎日曲かきで缶詰状態の僕はテンションを良い状態で持続することに一番苦労しています。先日の書簡ティーバックとティーフロントについてごめん、上手にコメントできなかったんだ、申し訳ない。恥ずかしいことに僕はティーバックの存在はよく知っていたものの、ティーフロントという言葉すら知らず、スタッフにもめちゃくちゃ言われました。勉強しておきますと。さて本日の書簡ですが、昨日 J リーグで鹿島アントラーズが第1シリーズ優勝し、 J リーグと東京サミットで新聞など盛り上がっていますね。
昔からサッカーとミュージシャンというのは意外にもつながりは深いものだったりもしますね。例えばロッド・スチュアートやデビッド・リー・ロスなど自分のチームを持つほど夢中だという話を聞いたこともあるしね。本日は筑前殿から見る日本のスポーツ界、特にプロ野球と J リーグの展望についてお答えいただければと思います。ちなみに僕はサッカーに対してロックスピリットを感じております。本日はなんて健康的な所感なんでしょう、どうぞよろしくお願いしますということで清志郎さんからいただきましたけれども ね、鹿島アントラーズ優勝したでしょ、ね、鹿島すんごい嬉しかったんですよ。まあ、僕典型的日本人なのかもしれませんけどもね、うん、鹿島アントラーズ、鹿島市のドキュメントをやりましたら、鹿島町の、うん、本当に普通の町なんですよ、うん、鹿島工業地帯がありまして、うん、まあ、いわゆるそれだけと言ってもいい感じのですね、うん、町でございます。人口4万5千人普通の、まあ、こう普通の地方の町と変わらない、うん、そこにですねこの鹿島アントラーズ、もともとはこのチームはサッカーのアマチュア時代は2部でございたんですよ、うん、ございたね2部だったんですよ、ね、住友金属でね、1部にも上がれなかった、うん、それがですね、ギリギリ 0.001% の確率で J リーグに入ることがあった、うん、20チーム応募して10チームしかプロになれない、うん、そのうち10チームの最後のチームにギリギリ入れた、ね、うん、ね、それだけでもまず感動的であって、うん、でもうそれで彼らはまさかでも下馬評にも乗らなかった、彼ら、ジーコはいたけど ね、うん、でジーコがブラジルではサッカーの神様と呼ばれるぐらいで、うん、なんとかスポーツ協会の会長まで やってられる方ですけども、でアルシンドさんもですね、うん、日本に来た時にはそんなに話題にはならなかったですね、ジーコもアルシンドも、うん、どちらかというと、まあ、設楽さんと結婚されたあのあれですよね、ヴェルディの、うん、何でしたっけ、設楽さんと結婚されたああ三浦カズ、カズさんとかですね、あっちの方がスターでバーッと盛り上がってまして、うんうん、そしたらこの鹿島アントラーズがどん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 こう上がってきましてね、それでアルシンドがですね、このジーコと一緒にできるだけでいい、うん、ね、そういうのがあったりとかですね、うん、また街を挙げて、それまではね鹿島市っていうのは金属会社がいっぱいあって、うん、どっちかというとこの世代層にこの隔たりがあって、うん、若い人も街を離れていって、うん、それがこの鹿島アントラーズがいることで、うん、お年寄りから子供まで街が一体になってる、いわゆるこの結構ミーハっぽい盛り上がりを示しすぎた部分ってあるじゃないですか、うん、なるほどね、それがあの鹿島アントラーズのところでは、うん、本当に街を挙げての我が街のチームだって盛り上がってですね、ね、だから本当にヴェルディさんとか他のチームには申し訳ないんですけども、初代優勝チームは僕鹿島アントラーズってすごく良かったなと思うんですよ ね、 なるほどね、いわゆるミーハー的なところじゃなくて、うん、我が街のチームが頑張ってるんだっていうのがですね、うん、こう盛り上がって話題の中心になったって、これは僕は最高だなと思います ね、うん、やっぱりスポーツっていうのはその日本の土地柄とその国々のこの風土とかほら、うん、国柄と人柄に絶対根付いてこそっていう感がありますね、ありますから ね、だからああいう鹿島アントラーズのですね、うん、盛り上がり方で優勝して、うん、それでジーコアルシンドが怪我して出れなくてもやっぱり勝てたとか、うん、ああいうのってすごく日本的で、すごく僕良かったなと思いますね、鹿島アントラーズ本当にファンになってしまいましたけども、はい、ということで、曲はバイブでフィールフリー、じゃあここではですね、この前先週千秋さんと僕の2人でラジオやりましたけども、うん、月刊角川のプレゼント、僕のサイン入り、うん、でも今日3人来ましたからね、3人のサイン入りでですね、うん、プレゼントしたいと思いますけども、当選者発表しましょう、新潟市の大野久美子さん、おめでとうございます、宮崎県のペンネームリエコさん、おめでとう、山梨県甲府市の京ヶ島純子さん、おめでとうございます、東京都町田市の安田恵子さん、おめでとうございます、千葉県習志野市の田野秋さん、おめでとうございます、以上5名の皆さん、皆さんおめでとうございました、おめでとうございます。それでまあ他にもね、自分で買っていただいて、じっくり僕ら の、 インタビューをですね、うん、読んでくれた方がたくさんいまして、ハガキをいっぱいもらいましたけど、うん、ファックスもらいまして、品川区の小林明君19歳、
問です。 AOR ブラコンコンテンポラリーソフィストケイトって何ですか。これがわからないと月刊角川が先に進まないので答えてくださいということで、じゃあこれお答えしましょうね、はい、AOR というのはですね、アダルトオリエンテッドロック、アダルトオーディナリーロックと呼ばれた時もありましたけどね、あとは、そうですね、アーバンオリエンテッドロックと呼ばれた時もありましたですね。でもアーバンは U ですね違いましたね、UOR というのはありましたけど、AOR というのはいわゆるこのね、ロックがなんていうの、さまざまなこのロックっていうといわゆるこのメッセージ色が強くてですね、力強さっていうものがまず中心であったのが、だんだんこのいろんな、音楽ロックっていうものはもともと自由っていうものを標榜しておりましたから、それがメッセージ的に自由を歌っている時代が過ぎて、今度はこのもっと広い意味での自由、だから音楽的にも自由、でメッセージ色もさらに、なんていうの、冷静な状態で言っていく、そういうのはあってもいいんじゃないか、ロックってのはもっと自由で、もっともっと自由でいいんじゃないかってことで、ジャズ、ソウル、カントリー、ブルース、さまざまな要素をですね、よりこの明確にこの一個のサウンドの中に溶け込ませる、そういう時期がね、大体70年代後半から起こってくるわけですね。そして詩の内容もね、どん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 この大人の人たちが、聞けて、そして自分の人生をじっくり考えれるという、そういうような詩の展開もするようになりました、日本ではね、詩の方の輸入っていうのはですね、AOR が来たところよりもさらに10年15年ぐらい後になるわけですね、もとも例えばドゥービーブラザーズの What a Fool Believes なんかはですね、ディスコではこうみんな踊って、爽やかな曲として踊ってましたけど、実は詩の方はかなり哲学的な内容ですね、愚か者っていうものに関してのですね、詩で、そういう詩のところでもかなりこの人生の機微を歌う、これがいわゆるアダルトオリエンテッドロックというところですね。で、僕らはその辺のサウンドに大きく影響を受けました。で、AOR っていう言葉自体の意味合いは僕らはもっともっと広くて、もうボンジョビでもマイケル・ジャクソンでもスティービー・ワンダーでもダニー・ハザウェイでも、例えばボビー・コールドウェルでも、いわゆる AOR 的な要素を持っているものを全て AOR というふうに感じたいという、そういう姿勢で音楽やってますね。ですね。で、ブラコンっていうのはですね、これはブラックコンテンポラリーですね、黒人の音楽のね、ソウルとか、ブルースいっぱいありましたけども、コンテンポラリーですから現代化されたです、ね、だから黒人音楽が、黒人の人、ニューヨークで暮らす黒人さんもいますね、その都会の中で、現代の中での黒人の人たちが、その現代のサウンドでアプローチし始めたというのがブラックコンテンポラリー、でコンテンポラリーって何ですか、これはいわゆる現代化ですから、そうです、ね、今の時代にマッチしたサウンドというところでね、ですからまあコンテンポラリーというとちょっと前まではおしゃれなサウンドでしたが、最近では意味合いが変わってきました、今一番コンテンポラリーなのはもしかしたら古いサウンドかもしれません、ですからその辺を大きく捉えてほしいなと思いますね、ソフィストケイト、これは洗練された、そうそう、なまっておりましたね今ね、洗練されたソフィストケイト、ですからこう無駄な贅肉を落とした、状態ですから、ブラックコンテンポラリーもですね、大体80年代の頃はいわゆる洗練されたという言葉が似合うですね、透き通ったサウンドでしたけども、最近ではこのソフィストケイトという意味合いも僕らでは違う解釈しておりまして、いわゆるあえて洗練させないのが今最も洗練されてるんじゃないかという、それが全く一番新しくなければいけない、それでいて本質じゃなきゃいけないとこっていうことで、ソフィストケイト、洗練されたですが、洗練の意味合いもよりやっぱり深く捉えたいなというところでいかがでしょうか ね、AOR、AOR がこう、白人がね、やるもんだとすれば、同じ作業をブラコンで黒人がやるという解釈が、もうありました、それもありましたね、それ黒人の AOR もありましたし、白人のブラコンもありました、これがまた面白いわけですね、だからブラックミュージックっていうのは黒人の黒い肌だからっていう解釈もまた狭くなってしまうわけですね、もう最近はね、そうですね、極端な話、エリック・クラプトンも黒人音楽というふうにある意味で捉えてもらった方がもっと自由に解釈できるかもしれない、そういうところまで広げていただけると、よかったかなと、そういう感じはいたしますけれどもね、ということで、じゃあここで、先日ボーカルの方が亡くなってしまいましたけれども、ビヨンド、彼らの曲をお送りしたいと思います、遥かなる夢に、ということで、もうお別れの時間が
来てしまいましたね。オープニング結構地味に始まったんですが、だん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 今日は尻上がりという感じで、西村さんは尻下がりという何で何でそういう感じで、そんなことないよ、元気だよ私は。結局今日も藤田千秋先生がですね、来ていただきました。最後まで行ってしまったとね。ということで、各コーナーの宛先は郵便番号 102-80 佐藤筑前のノルソル、各コーナーまで送ってください。そしてもう一回お知らせしますけども、悲惨自慢をぜひこれ送ってくれる、これはなかなかね、いろんな面白い話が来るもんですからね、ぜひ皆さんこの他人の悲惨ごと、これなんかをですね送ってくれると面白いかなということでね、そしたら西村さんもこの気が楽になって、なんだそれ、いろんなお話が友ちゃんからも出てくるかもしれませんね。出ねえよ、ということでございまして、来週もまたじゃ あどちらかが来るのかどうかあれ分かりませんけれどもね、ということでお送りしたいと思いますけれども、ということで あれですね、ノルソル作曲コンテスト、これはもう少し素晴らしいあれを期待したいなと思いますね、はい、ぜひ皆さん頑張って送っていただきたいなと思います。はい、それでは皆様また来週お会いしましょう。筑前と西村と千秋、さよなら、おやすみ。